はい、皆さんこんにちは、もちゃ TV です。ということで今回はウィニングレブン2018ついに発売ですね、今日。ということで早速ですけども、マイクラブやっていきたいと思います。ベース入れ、まあこちらね、ちなみにですけど、バルセロナエディションを予約したんで、はい、ベース入れとかを引けるんでね、そちらのガチャとかをじゃんじゃん、まあ、バルセロナの選手が引けるガチャとかも引けるんで、じゃんじゃん引いていきましょう。そこら辺を引きましょう、はい、ライブアップでは現在配信されていないと。1週間後ぐらいなのかな、はい、んでも木曜日いつからなんだろう。1週間は適用されないんじゃない。おお、いいっすね、すごい。あー、こんな感じになってる。ちょっとペス大会の模様が、ね、一瞬出てきたな。模様が出てきましたね、はい。ようこそマイクラブへ。はいはいはい。じゃあこの戦いが2018、これでも始まるということで。もうね、国籍ジャパン、日本、足立じゃない、足立、まあ足立にしてたよ、ね、足立。特に深い理由はないんですけど、ないんですけどね。さあ今年、今回の最初のチーム、まあ、どこに行こうかと考えた結果、うん、Jリーグでしょう。なるほど。新しくね、川崎フロンターレが、来まして、チーム名はね、オッケー。さあクラブを率いる監督ね、さあこれ誰選ぶか、ね、すげえ大切。今回ね、フィッシャーでも行こうと思ってたんでね。なるほど、フィッシャーで行きます。ロベルト・レバンドフスキーでしょ、これ。でもなんかそれ選ぶとフォワード来なくなりそうな感じしない？ビダルとか買ったぞ。ミュラ行く？あー、ミュラーね。だって契約期間ミュラ長いよ、9で。あ、ほんとだ。契約期間とかも違うわ。あ、ミュラーだ。ミュラーだな。うん。違う。だってスパサブ持ってるし。うん。最初の方のスパサブなんて。メッセンジャー持ってんの？いや、分からんけど。まあ、それも見よう。いや、トーマス・ミュラーで行こうか。うん。渋。あ、だって選手調整しかもさ、選手のレベルも違いますよ、これ。あの、46とか。ミュラおじさん。年はそのスムスもある。あー、いいね、完璧、最高。ミラー王子さん、うん、やっぱ、まあちょっとね、いろいろ選手の能力見たいけど、ここはね、とりあえず行きましょう。もうパッとミュラーで行きます。きたー、ゴーゴーゴー。しかも9試合っていうのがね、いいですね。そう、9試合できるんで。どうなの、最初の1週間ガチャできないのかな、また。どうなんだろう、ね、このね、さあマイクラブメンバー、この子たちを率いてやっていくっていう感じですね。まあ、どんどん強いチームをね、作っていくと。自分だけのチームをね、作り上げていくっていうのがマイクラブですから。はい、はい、まあまあ、これはね、初期的な、なんつうの、やり方、はい、マイクラブってこういうもんですよみたいな感じでね、まあ、最初のチュートリアルだね、これは。ちょろっともらえて、こういうインターフェースなんですね。そうだね、はい、選手を獲得すると、まあ、スペシャルエージェントで。え、ちょっと待って、トップエージェント引けない？引けなかった、今。え、これも引かせられるんだな、自動的に。あ、そうなんだ。あ、もう引かせられるんだ、うん、1回は。え、金じゃん。え、ちょっと待って、え、戻れなかったの今。戻れない。何やってんだよお前。もう戻れません。でも金だよ。あ、ピーンって。え、これも誰来るか分かんないやつ。ピーン、これも誰来る。いや、分からんよ、分からん。それはドゥーン。え、キーパー引いちゃえ。え、オブラックムスレラ、レアリティーゴール、富士通。はい、はい、おー、疲労回復ね。おめでとうございます。チームの審査で素晴らしい選手が獲得し、あー、なんかあったね。こんなのありましたね。絶対引かしてきたの、これ。次にスカウトを利用して選手獲得して実際に体験してみようと。もう絶対ここやらせる気だ。そうなんだよ、もうこれはやれよって。でも金の黒のキーパーいいな、あの金のキーパーね。もうこれはもうね、もうこういう風になってるんで、もう、うん、あ、これでもなんか結構またこれでも引けるってこと。銀の選手がもう来るって決まってんじゃない。ボリス・マッキーブとかいう選手が来るってなってるの。あ、それは絶対なのかな。絶対なんだよ、もうこれは。はいはいはい。もうチュートリアルだね、うん、なんかこの、なんか氷が割れたみたいな音なんだな。そうだね、ティーンみたいな。はい、なるほど。66、南アフリカの選手です。獲得者ボリス・マッキーが、はいはいはい。で、獲得候補の選手を1人に絞り込むができた場合に限りですか。あ、まあ、もう分かってます分かってます。オークションとかもね、PS4 版もあるんで、しっかり、はい、マイクラブ実績ね、まあ、ここでね、いろいろあのコインとか、まあ、要はアプリでいうアチーブメントのところですね、はい、はいはいはい、やらせるね、結構。かなりやらせる。あ、でも、もってマイクラブコインで一回引けるぐらいの。そうだね。それではいよいよマイクラブのスタートです。試合に勝利するにはクラブの強化が不可欠。さまざまな監督先生もに、あなたの最強のチームを作り上げろと。ガチャ引かせろ、うん、うるせえ。はい、
あーみたいな言うんだね。そうだね。なんか兵士のなんか14見てください、受け取り箱14。いや、待って、その前にまずトップエージェントいける？落ち着け。え、いけんじゃん。え、変えれってこと？できますやん、お兄さん。ガチャ1日目からガチャいけるじゃん。やりますよ。ガチャ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 ちょっと課金できるよね。できる、書いてあったよ、ね、いや書いてあったよ。え、ちょっと課金、まあまあまあ、とりあえず今回別入れだよ。だからこれもらうぞ、受け取り箱。おい、ちょっと待って。さあ来れ、あの別入れ最後ね。あの最後には理由があって、最初のやつで別入れの、あ、なんつうの、いい選手が来ると、うん、ウサインボルト見ます。あれだから。うわー、やべえ、緊張してきた。他の雑魚のガチャからね、引いていくっていうのが鉄則なんだよね。そうなんだよ。いちいち、あーあー言うなあーって、えいって、一気にできるでしょこれ絶対。あ、一回つけてやれよ。もうなんでやー言わなきゃいけないんだよ。そんな聞きたくねえから。実績ね、これもね、一応もらって。さあ、はい、一括、ね、はい、一括だったわ。うん、一括にしてくれ。さあ、お待ちかね、行きましょうか。ガチャスペシャルエージェント、来い来い来い。まず何引く？ベストイレブンはこれもちゃうぞ。うん、これやろ。まず最初なんかすっげえザコのスタートアップ、これ GK からいきましょう。 2.0 から来てどうするよ。いや、もうね、あるよ。ちょ、引く、下げろ。いや、ちょ待って、え、俺あれいい2000。それはダメ、それはダメ。え、じゃあ俺バルセロナのやつ聞かせて。ああ、いい。うん、これはね、まあ普通に1回トップエージェントみたいなの聞かせてあげるみたいなことだよね、うん、これで黒来たら金だ、金だ、え、お得、来い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 。え、待って、キーパーばっかいらんよ。金は出た、そのキーパーがいっぱい来るやつ。富士通、はい、ディエゴロペス。いや待って、ちょ、キーパーの金2つ、結構でも能力高い。ディエゴロペス高えよ、能力高いぞ。コンディション出るのってめっちゃ濃い。ちょっとね、アプリとかではコンディション安定とか死ぬほど重要なんですけど、うん、ウィニングルームだとライブアップデがあるんで、ね、ただ今の時期ライブアップデないから。今の時期コンディション安定度、そう、ライブアップデートっていうものがあるんですね。これ大事。俺ミッドフィルダーとか渡しかして、金庫、金庫。いや、でもちょっと待って、なんでさ2回も連続で金くんのよ。黒回ってますやん。黒回るよ、 2.0 だもん。ちっちゃいの玉が。それ 2.0 だもん。そう、ちっちゃいね、お玉がちっちゃい感じするわ。なんか銀だな、そりゃ。誰だ誰だ。さあ、川崎君、ヘネ。はい。あ、でも瞬発が81ありますね。はい。スパさん持ってりゃもう最強みたいな。あ、ここにある3か。うん、でもちょっと日本人っぽい顔してるな。いけ。さあ、ミッド行きます。上の方引いちゃうかもしれない。結構、やめろよ。あ、ごめんごめん。下まで、下まで、下まで行ってね。おい、こい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 。2010の時メシ当ててますから、ブラックさん。いや、てかでも、こういう雑魚ガチャでは来てない。ここ、ここなんだよ、もう場所的には。ほら、金だ。もうミッドだ、ドーン。引け、引け、引け。引くってあんの、金で。だから、それないでしょ、さすがに。ぬ、ワニャマ。もうアプリでもワニャマゲットしてるんで。ワニャマじゃん。ワニャマとも契約結んでるね、俺は。ナイスじゃん。はい、強い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 。ミシミシ選手、選手、選手、勝者じゃん。いや、ワニャマ俺ね、アプリでも連れてきてるからね。え、めっちゃ当たりじゃん。若いし、188だし。今ワニャマ引かないでもうどうするみたいなのがあるでしょ。ミシミシの動き。だって、R1、R1。はい。いやー、高い。ボール出しとフィジカルコンタクト。これさ、レベル1で来てる？え、レベル1でしょ。え、レベル1じゃないの？最初のワニャマの。レベル1だ。しかも51までいくよ、こいつ。ワニョマ？強くない？フィジカルコンタクト88ってもうバケモンじゃん。ワニョマ？スタミナも80。コンディション安定度4か。闘争心あるな。グッド。よし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 。ナイクラブね、絶対トレーニングしちゃダメよ。これ？目悪いからね、やっちゃう可能性ある。近づいてきましたよ。さあさあ、フォワードフォワード。レバンドスキ引くから。レバンドスキ引くよ。レバンドスキ引いたら勝ち組。レバンドスキ引くよ。来い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 。レバ、レバ、レバ。じゃあ、待って。黒玉見てからみたいなとこあるのよ。16の法則ちょっとやってみる。1、2、3、4、2、5。あ、全然来ねえな。もういいよ。あいえ、これでも、あーまあね、これそういうことは、あんのかね。いや、あるかもしんないよ。さあ、ちょっとなんか独特のだるい感じのね、あの吐き方してますよ。出ガースが落ちてきちゃう。シャトロシア、ゼニスサンクトペテルブルクだ、ね、でもスピード85だ。まあまあだね。スピード、瞬間、まあ悪くはないかな。コンディションっていうのも、まあ5、いいか
キーウトリックか。なんちゅう選手。ナイカラメン。はい。よし。次はパートナークラブ。ああ、なるほど。これどっか1個。何あれだよね。その要はバルセロナとかドルトムントとか、あそこの中から1個来ますよってやつで、これがなんだ。スペシャルエージェント。うん。2回も引けんじゃん。ちょっと待って。結構引けない。バルセロナエージェント、これがもうやばいね。もうこれやばいね。バルセロナエージェント 2.0 って。だって黒角さ1個しかないの。だってバルセロナレジェンドもあんじゃん。これが80プラスメディスルは黒2回欲しい。これがやばい。でこれはもううんって感じ。やっちゃう。これやる、うん、ザコを俺に引かせる気だな。いけいけ。いや俺連れてくるからね。ワニャマ連れてきてんだから。なんてここ早く、ここ早く。いやーくー、ここの横が黒だったらずれろっていうのがね、大きな声で言えるんだけど。マルコビッチじゃん。結構使えるぞ、マルコビッチ。いやー、87。マルコビッチめっちゃ使えるやつ連れてきてるやん。かっこ、銀の中じゃ当たりだぞ、これ。ちょっと待って、結構速いやつばっか連れてきてるの。速いぞ。徒競走のネタやっといてよかった。いや、マルコビッチいいね。顔がもう、見して足速そうな感じの顔じゃないんだけど。スピードします、87よ、お前、初期で。ばっ、ぶっ壊れてるよ、これ。コンディション5、まあ。オッケー。うん、オッケー、いい子いい子。しかもレベル60まで行くんだ、うん、すげえな。レベル違うみたいだね、選手によって、うん、いや違った違った。マイクラウンメンバーね。さあ俺行くわ。行く、もうサクッと行くわ。さあこれボルトも入ってるから気をつけて。スペシャルエージェント行きます。さあ、あ、あ、ゴッコ。あ、早い早い、それ。いやー、それ早いわ。いやいや、速さ大事だから。いやいや、速い、それ速い。左スパイクがなんかあれだった。左のやつも重要。え、見たことある。ガールドアウトじゃん。うわ、出た。これすげえ使ってた。え、ちょっと待って、結構使える人たちすげえ来てんじゃん。来ちゃってる。うん、早いんだよね。髪の毛切るよって感じだけど。いや、いいじゃん。いや、いい。足速いやつばっかだ。しかもめっちゃ足速い出るんだ。うん、待って、ちょっと待って、ちょっとお得させてよ。はい、ということで、はい、ちょっと待って、ここ、あ、ちょっと待って、球の流れ違くねえか。あ、違くねえか。誰、あ、キーパーだ、お前。キーパーの木はやめろって。3つも来てんじゃん、ジャック・バットランド。みんなできんだけど。おお、でも結構能力高いな。いいやつを使おう、うん、調子がいいやつ。そうだね。うん、手段の持ってるわ。手段の持ってるね。はい、コンディション手段のか。ちょっと怖い気もするけど、まあいいか。はい、ということで、まあボルトはですね、また別の動画でボルトを使ってみるみたいな動画も撮るので、うん、まあその時にね、聞きましょう、うん、一緒。バルセロナレジェンドも一緒だね。これだってあれでしょ、あの要はマラドーナだから。はい、次バルセロナエージェント。こっからこの悪気に、ああ、あの GP で、 GP でお願いします。最初はね、後々すげえマンモスみたいなとこだったんだ。ん、それだっけ、これ。え、これボルト、ボルトじゃない、これあれ。さあ、これでも、あ、これでも金確定。ああ、黒。あ、ちょっと待って、ずれればいいじゃん、ずれればいいじゃん。え、ずれないんだ。引いちゃえばよ。左だ。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、これはバルセロナだよね。うん。え、で、え、ワニャマじゃなくてウンティティ。ウンティティ。やった。バックで、いや、ウンティティ。ウンティティ。え、ちょっと待って、レベル30じゃないこれ。レベル30。おお。いや、いいじゃん、めっちゃいいじゃん、ウンティティ。うん。鼻呼吸しやすそうだもん。相性悪いな。もう少し。まあまあ、それはいいよ。いや、いいよ、いいよ。まあでもできればな。いやいや、デンベレとかって金でしょ。ちょっと見てみようか。わかんないけど、まあいいけど。獲得候補いっちゃみよう。あー、でもネイマールいるわ。え、ちょっと待って、うん、ネイマールくれや。あー、すごい似てる。ネイマール欲しい。さあ、まあ、でもパウリーニョってどうなの。薄間のデンベレいるじゃん。え、これ黒、黒じゃない、金。だから金でこう出したかった。いや、バルセロナの時にウィティじゃなくてデンベレ欲しかった。まあでもいるからね、グアドラードいるから。行きます。ちょっと待って、あ、まあいいよ。バルサ。え、これバルサ。そう、ネイマル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 。え、ちょっと待って、え、これバルサ、バルサ。え、早いな。いや、来い、頼む、伸びろ。あ、ちょっと待って、これずれるパターンだ。ずれろ。うわ、ずれてくれや。ずれるのとかないんだよ、多分。いや、あるって。そんなもう全然興奮せんやん、そんな。あ、歩かせるやん。はい。あ、でも、え、結構高い。銀の方だと結構高いな。これ30だからか。ヒュートリックとかいらん。フィールトリックとかいらん。いや、でもいいんだよ。もう今当たんなくても別売りで強い選手来てくれればいいんやで。ちょっと待って待って待って、それあと何がある。バルセロナのレジェンドだね。レジェンドだね。レジェンドとこれが違うでしょ。これ、あ、こっからこっからこっから、マジで
これは来ないんだ多分。スターズ GS こんだけいるぞ、だって195人だよ。はい、頼む。わあ、ちょっと黒出が早いよ、お前出が早いんだって厳しいね。うん、あれちょっと髪が奇抜、金ペンベ、え188じゃん、でかい、結構いいぞ、運転手と組ませる。え、ちょっと待って、能力が高い、レベル30だからね、すごい。で、能力高いんだったら別にいいよ、うん、コンディションで6、はい、結構いいんじゃない、いいですね、でかでかでかコンビで。さあ、ね、ここ、これ、こっちいいよ、こっち。頼む、80だから、金以上だから。くぅ、黒出せ、黒出してくれ、黒頼んまっさ、くわちょっとね、もう見るわ、これは見ちゃ、これは見ちゃ、最初大切なのだね。2個目ずれたの見て、あー、これ2個連なってるの見て、ここあー、ちょっと待って、ちょっと待って、お前デンベル来い、デンベル来い、デンベル来い、デンベルでいいよ、引け、あー、おい、グッツマリオ当たりやん、ちょっと待って、えいいじゃん、ボディコントロール、あ、ボールコントロール、ドリブル、そうそう、どうなんだろう、でもこれ使いやすくなってんのかな、スーパーサブコンディション安定度、あ、ねえわ、スーパーサブねえのか、まあでも、まあ、最初から使えるだろうな、多分でもこれ30だわ、うん、いやー、ゲッツか、フォワード来てないよ、兄さん、やったってくれ、クリロナやったってくれ、来た、クリロナやったってくれ、います、クリロナ、メッシ、グリーズマン、ブッフォンやめてくれ、ルカ・モドリッチ、ラモス来てくれ、ボヌッチもいいんじゃないか、トニー・クロス攻めてくれ、絶対来るな、ボアテング来い、イニエスタ、ちょっと使いやすいかもしれん、PK、できればちょっと甘くないで、これさあ、やっていきましょう、ここ、雷、雷鳴るの、鳴らせ、鳴らせ、来い、マジで来い、なんか演出、演出、ドン、ドン、ドン、え、ドン、ちょっと待って、引いて、ちょっと待って、引くよな、引くはするんだよな、ちょっと右足だな、怖いな、おー、ルカー、いや、モドリッチだ、ルカのアップ前やつじゃん、ルカー、いや、当たりだろ、十分だろ、ド当たりですよ、うん、レベル1なんだ、でも、いやいいね、いや、ルカ・モドリッチは好きだとずっと言ってたから、モドリッチ大好きなんだよね、素晴らしいんじゃないですか、93だし、しかも最初、まあ、できればね、フォワードとか出てくるといいんだけど、まあ、レバンド好きじゃなくてミラーいるからね、うん、9試合は、いやー、まあ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 、全然上々でしょ、全然いいよ、このユニクロとか引くよりは、だって、あいつも来たよね、誰だっけ、ワニャマ、ワニャマも来てるし、ワニャマと、もう完全に組ませて、勝ってよ、ね、うん、カチカチ、いやー、来た、いや、ということで、まあね、あの、今回ゲットした選手は、まあ、軽くね、ポン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 と並べてきます、はい、まあ、モドリッチ、ここなんですね、ということで、右サイドバックとかはちょっといないのか、で、あとあれか、ちょっとあれか、足速いやつがあれなんだな、パコ歩かせる前でしょ、まあ、こうやってね、組むのも面白いんだよね、マルコビッチとかがね、ちょっとね、なんつうんだろう、あのね、あれなんだよね、右ウィングだから、いや、ワニャマはフィッシャーだからね、ワニャマがいるじゃん、ワニャマ大好きだな、うん、俺が引いてきたんだから、いや、これボランチでしょ、どう考えても好きやね、ゲッツここやな、うん、うん、まあこんな感じだね、左弱えな、おい、ちょっとね、あ、これもバレた、ガードガードだ、うん、左、こっちの左、ウンティティいたよね、いや、バックがね、いねえな、ウンティティいるって、いや、ウンティティセンターバックやから、ここやから、あれもう一人いたよね、あ、左はいる、左、いや、これいるじゃん、ここがね、右が、え、いったような気がするんだけどな、右がいねえな、右がいないね、ないねえな、まあね、キーパーがめっちゃ来ちゃったんだけど、キーパーがめっちゃ来てる、まあ、ということでですね、まあ、今回ウィニングレブ2018、1回目の放送、まあ、ベストイレブンガチャを、ルカ・モドリッチ、いや、これは何かの縁を感じる、やっぱり、前やつに感謝だね、前やつ、モドリッチは俺大好きだったし、あの、なんつうんだろう、まあ、できればね、それはメッシとか、
あのね、クリロナとか来てくれたら嬉しかったけど、うん、ただもうモドリッチは十分、トニクロスとか正直来るより、イニエスタ来るよりも俺モドリッチ来てほしかったから、うん、いいかなということでね、まあ、これからバシバシ2018の動画もね上げていくんでね、なるほど、楽しみにしていてください。ということで、また次回の動画でしょう。さよなら、ボーイ。